98年の年間名勝負ベスト10を、数々のハプニングや選手たちの華麗なパフォーマンス、元チャンピオンたちの飽くなき挑戦などを織り交ぜながらお送りします。そして来年99年のボクシング界も占っていきます。はい、98年の総決算盛りだくさんでお送りします。これはですね、ぜひ保存版にしていただきたいと、はい、再放送ございませんので、今年エキサイトマッチはですね、総試合数が112試合、多分やったもんですね。でタイトルマッチ数が86試合でしょ、はい、でそのうちですね、新チャンピオンが決まった、まあ新チャンピオン誕生の試合というのがですね、23試合もあるんですね。それだけ、まあ、延べなんですけども、23人出てきたと。それだけのドラマがあったんです ね、ということになりますね。この数字聞いて、小泉さんどうですか。やはりボクシングというのは新陳代謝の激しい格闘技だなと思いますね。まあ、強いチャンピオン、まあ、生まれてですね、その安定政権気づいてるかと思うとですね、まあ、新しい力がですね台頭してきてですね、そこで新チャンピオン、まあ、チャンピオンが入れ替わる、それをまた次の新しい勢力がその狙い落とす、それはもう繰り返しですね。だから毎年激動の1年って言ってるんですけれど今年も激動の1年だったような気がします。番組サイドこれ締め振りますからね、これでね、はい、おそらく激動という言葉私もつまめると思いますけれども、浜田さん、やっぱり私知り合いからですね、ずっと見てるとストーリーがあっていろんな選手が出てきたり消えたりまた出てきたりと楽しいと、こういうこと言われたんですけれども、まあ予想もできない世界でもありますよね。まあ、私がさっき言ったこの選手来年本領発揮という選手が次の試合でも完全に消えてしまう場合もあるんですね。ということはこの1試合を見逃しちゃいけないなというつもりで常に見なきゃいけないなというふうに思いますね。まあ、これだけの覚悟ですね、日々、毎週毎週お送りしてきたんですけれども、お二方の意見を参考にして今回は、年間ベスト10というのね、名勝負をランキング付けさせてもらいました、もちろんスタッフの意見も入ってるんですけども、多大にこのこちらお二方の、ね、意見が加わっております。皆さんの、ね、ベストマッチはどんなマッチなんでしょうか、早速ご覧いただきましょうか。はい、そうですね、はい、98年年間名勝負ベスト10です。まずは10位から7位ご覧いただきましょう。どうぞ。さて、まず10位ですが、これはノンタイトル戦ですね。クルーザー級の12回戦、ロイ・ジョーンズ対バージル・ヒルの一戦であります。これは放送日は7月20日に放送されたものです。まあ、浜さん、はい、これはいいカード、両者とも名前ありますからね。それと、まあ、ロイ・ジョーンズが一つ一つクラスを上げてきたわけですね、そしてこのライトエビジン、まあ、全チャンピオンというんですかね、バージルヒル、はい、この選手を、まあ、私はノックアウトするのは難しいだろうと思いましたけどね。長いキャリアでノックアウト負けありません、バージルヒル。この今回は頭をかなり短く刈り上げてまいりました。バージルヒル、黒のトランクスです。そしておなじみのロイ・ジョーンズは白のトランクス、3階級制覇しています。この試合は試合前の掛け率オッズでは6対1でジョーンズでした。ロイ・ジョーンズは WBC のライトヘビー級チャンピオンですね。一方バージルヒルの方はですね、ヘンリー・マスケには勝ったんですけど、ダリウス先生、ミハル・ゾウスキーには敗れてですね、タイトル手放してるんですよね。しかし実力者は同士ですよね。ご覧のような会場です。ミシシッピー州のこれワンガンコロシアムというところで行われています。ロイ・ジョーンズクルーザー級での試合です。まあ、クルーザー級でこれだけのスピードを浜さん保ってるんですからね、大丈夫ですね。まあ、ロイ・ジョーンズはクラスを上げながらもスピードを落とさずパワーアップしながら上がってきましたね、一番大事なことなんですけどね。ロイ・ジョーンズは8ヶ月半のインターバル、バージルヒルは10ヶ月半のインターバルがあります。さあ、そしていよいよこのラウンドじっくりと、目を離さずにご覧いただきましょう。今までノックアウト負けなしのバージルヒル、フロントランクス、
この一発、この一発ですからね。まあ、あの脇腹、あばらがね折れたんじゃないかなみたいな感じの垂れ方でしたね。まあ、うなしの向かいですね。普通左アッパーでですね、まあ、リバー肝臓っていうのはですね効くんですけど、あの右フックでああいう倒れ方するってよっぽどやはりパンチがあるせいですね。はい、さあ続きまして第9位ご覧いただきましょう。 WBA IBF 世界ヘビー級のタイトルマッチです。これはまだ皆さん記憶に新しいところでしょう。イベンダーホリフィールド対ボーンビーン。ホリフィールドが WBA のタイトル3度目、 IBF 初防衛戦、まあ、つまり2つのタイトルがかかっています。ボーンビーンはこの時ランキングでは WBA が10位、そして IBF は1位でした。2度目の世界挑戦です。浜さん、この試合はどういったところがまずパッと思い浮かぶところですか。ホリフィールドちょっと時間が空いたんですけどね、まあ、時間が空いたというのはあの試合の間隔がちょっと空いたんですけど、はい、この試合で必ずノックアウトしようという意欲が見えましたね。見えましたね。で、場所がこの地元のアトランタでの興行ということで、自らこの興行を成功させるために奔走しました。本当に休みなく打った試合ということ言えますね。まあ、この試合ホリフィールドはですね、まあ、故郷に錦を飾るって言いますかね、自分自身がオーガナイザー、まあ、このイベントの企画者興行者の一人としてですね、本当に奔走したんですね。ダウンがあります。10ラウンドにダウンがありました。立てないと思いましたけどね、この時が、ね、決まったと思いましたけどね。ところがこのボーンビーン、なかなかやります。戦前の評判ではもっとランクが下の格下の相手だろうとこう言われてたんですけども、まあ、なんと12ラウンドまで行きます。ホリフィールド相手だと頑張りますね。この時のホリフィールドのファイトマネーが500万ドルです。まあ、およそ6億7500万円です。こういう反撃もありました。ボンビーン、ジョージア州アトランタ、ジョージアドームで行われています。まあ、なんとしてもこの試合をいい形で、決めて、そして統一戦に向かいたい。統一戦というのはレノックス・ルイス戦なんですが、そういった時期の試合でありました。And still, heavyweight champion of the world, the pride of Atlanta, Evander, the real deal, Holyfield. 結局は判定の3対0で、勝ちを収めています。イベンダー・ホリフィールド。これで統一タイトル初防衛、そして WBA のタイトルは3度目の防衛に成功しました。さあ、続いては8位にランクされました試合はですね、ナジーブ・ハメド対ウィルフレド・バスケスの一戦です。この試合は7月11日にオンエアされました。この試合も踊っています。ナジーブ・ハメド、相手はランキング2位のウィルフレド・バスケス、3階級制覇のベテランであります。そしてハメドはこの時は10度目の防衛戦でした。まあ、浜さん、この時はですね、バスケス3階級制覇のベテラン、なんとかあのハメドの踊りを止めるんじゃないかと、こういう声もかなり上がったんですけども ね、 ね、ま、ハメド、バスケスの抜群のタイミングがありますから ね、 ね、タイミング一発なんとかやるんじゃないか、なんとかやってくれという願いもありましたけどね。ただやってみると全く相手にならずというところがありましたね。もうこの時すでにハメドはものすごい人気を誇っています。観衆は2万人です。マンチェスター、イングランドのナイネックスアリーナで行われました。もう完全に小泉さん、バスケスが翻弄されてましたからね、この試合。まあ、スピードの差っていうのが出ましたね。バスケスパワーではですね、
その差は引きは取らないと思うんですよ、はい、でハメドはですね、まあ、ケビン・ケリー戦でですね、そのちょっと打たれ弱いところを見せましたから、バスケスの強打が一発当たるとですね、ノックアウトにチャンスもあるんじゃないかって期待したんですけどね、結局当たりませんでした ね、 そうですね。このパンチも浜さん、こういうパンチは何と表現したらいいんですかね。まあ、やっぱり自己流なんですよね。その時に一番必要なパンチと言っていいでしょうね、さあそして試合は第6ラウンド、このラウンドにもダウンがあります。このヒョウ柄のトランクスはもうハメドのトレードマークになっています。もうバスケですから本当スピードなく感じますね、今なんとなく左のストレート入りましたもんね。もう本当に何にもできない状態ですよね。それとバスケスはですね、はい、右の選手には強いんですけど、サウスポーちょっと苦手とする面ありますね。まあ、日本でも横田博明選手に苦戦したり、結局ですね、その左 の、 そのリードパンチっていうのがですね、なかなか当たらないんですね、はい、試合はこの第7ラウンドで、終了いたします。まあ、このバスケスは本来ならばセルミノと防衛戦を行うはずだったんですが、キャンセルしまして WBA のタイトル剥奪されております。試合はご覧いただきましたようにナジー・モハメドが7ラウンド TKO 勝ちを収めました。ますます人気がうなぎ登り、ぐんぐんと上昇していきます。ハメド、さあそして今度はテキサス州のエルパソで行われました。場所はサンボールです。オスカー・デラ・ホーヤ対パトリック・シャルパンティエの一戦、オンエアの日付は6月14日ワウワウで放送いたしました。まあ、浜さん、はい、この試合パトロック・シャルパンティエも、まあ、大した実力を持っているという評価だったんですけど、それと倒れたことのないという評判で出てますからね、それとブロック、1ラウンド見たのが、ああブロック硬いもんな、なかなかやっぱりやるぞという雰囲気はありましたね。しかし後から見ますと、この1ラウンドもあと2ラウンドもそうですかね、十分にデラホーヤ偵察したんだ、そうなんだ、この辺ではなんていうんですかね、測っていて本当にこの試合をものすごく測ったような試合ですよね。鮮やかなラストシーンがこの後展開されていきます。ちなみにこの試合のファイトはね、デラホーヤは4ミリオン、ですから5億6000万円ですね。これは当時の換算のものです。これが第2ラウンド、この辺りからさらにその尺度を変わっていきます。この辺で全部計算して頭に入れて次のラウンドに臨むというところですね。シャルパンティア、ヨーロッパからプライド、フランス人です。このデラホーヤのこの試合というのは当初2月28日に予定されていたんですが、デラホーヤが練習中に左の手首を負傷したため大幅な延期となりました。さあ第3ラウンドです。このラウンド見事なシーンが出てまいります。デラホーヤファンの皆さん、このラウンドはもうしっかりと焼き付けていただきたいと思います。見事なコンビネーションですね。まあ、外が打ってインサイド打って、そして右打って左、その返しが速いですね、そして強いんです、そして正確ですよね。このコンビネーション、これは浜田さんどうですか。これはですね、ちょうどガードの硬いど真ん中を突き上げたんですね、これは長い手が出るんですね。この最後のダウンシーンが、もう完全に測ってますね。今この一発、見事なタイミングですね。相手に出てこい出てこい出てこい、そして出てきた瞬間にバチンとやったわけですからね。まあまさにとどめの一発、いいカウンターでした。これでデラホーヤはタイトル4度目の防衛に成功しています。シャルパンティエは世界初挑戦だったんですが、デラホーヤの前に沈んでおります。ア
I love Oscar の横断幕ももう本当に多く見られました。 WBC 世界のバーキューのタイトルマッチでした。はい、ということで年間名勝負の10位から7位をご覧いただきましたが、昨日のことのようにね、なんか鮮明に残ってますね。喋んなきゃいけないんですけど、見ちゃってやっぱりね、お前たちうるさいっていう声ももしかしたらテレビの前のね皆さんおっしゃってるかもしれませんけど、一応ね解説しなければいけないんですけれども、浜さん、はい、どういう印象でしょう。次から、まあ、4試合やって今ほとんどダウンシーンを並べたんですけど、ダウンする前はもうそういう意味だったですね、そう作りの部分、そうですね、こうなってダウンがあったんだ、そうですね、結果ダウンになったんですけど、ダウンする前にいろいろやってるわけですね、それを見てもらうともっと分かりやすかったんじゃないかなというふうに思いますけどね、これ作ったスタッフ今頭抱えてると思いますけどすみません時間が、ね、短いですけれども、小泉さんどうでしょう。やはりですね、ノックダウンあるいはノックアウトを生んだパンチっていうのはですね、角度といいスピードといい、はい、そしてパワーフォローするですね、打ち抜き、そういうのがやっぱり効いたいいパンチでみんな倒してますね。まず10位と9位、これはですねロイ・ジョーンズそれからイベンダー・ホリフィールド、この辺をね、はい、中心にご覧いただいたんですけれども、この両者に限っては浜さんどうでしょうか。まあやっぱりこのベスト10の中に入らなければいけない選手だなというふうに思いますよね。まあ強いて言えばホリフィールド、もっと対戦相手が良かったらまあベスト3に入っていたでしょうね。浜さんのご意見は入ってますか。10位9位いや入ってます入ってますか、はい。で8位7位はですね改めてこんな感じだったんですが、このカードです。小泉さん、この8位と7位あえてもう一度触れていただきたいんですけども、まあハメドにしましてもそれからデラホヤにしましても、本当に今年1年この2人中心であったかもしれませんよね、もしかしたら。まあタイソン不在のですね、その1998年ですね、まあデラホーヤがその心境著しく、はい、そしてハメドが非常に話題に富んだそのマッチメイキングで勝ち進んできたということがありますね、はい、特にウィルフレド・バスケスなんかこの試合の直前まで WBA のチャンピオンですからね。あ、そうですね。そこでですね、アントニオ・セルメノとのその指名試合を回避してですね、その WBO のこのハメドにその挑戦したということでですね、まあ、実質的には WBO と WBA のチャンピオンのまあ統一戦に近い対決だったですよね。まあ、ここまではですね、まだまだ皆さんいろんなことを考えていらっしゃると思いますけど、あくまでもこれは試合として取り上げてますから、はい、一人一人の選手をピックアップしたらまだいろいろ多岐にわたってしまいますけれどもね、ということで小泉さんは今の中にちゃんとご意見反映されてました。私はね、あれその違う、ハメド・バスケスはですね、はい、入れなかったんですというのは、バスケスがちょっとまあこの試合、ちょっと体調不良だったんですね。ウェイト、まあ彼の不心得ですよ。こんなビグな試合の前にウェイトをうまく作れなくて、はい、それでやっとギリギリで減量してこの試合に臨んだ。だからバスケス本来のキレがなかったんですね。だからそういう意味で私はちょっと減点してですね、トップ10外にしたんですけど、まあ皆さんのそのボート、票のおかげでですね、はい、まあトップ10入りしたんでしょうけどね。はい、ということですが。